レベル3、寝転んでくるくる。ここでは2つの運動を紹介します。床に座ってください。そしてお尻を中心にして足を上げて手で床を押して回ります。そしてぐるっと回転します。ではみんなも一緒にやってみましょう。では目標は1回転して前まで戻ってくることです。さあ戻ってこれるかな。一緒にやってみます。いきますよ、せーの、くるっ。今度は反対回りやってみます。いきましょう、せーの、くるっ。できたでしょうか。ではこの動きを使って先生と勝負します。3回転して手を早く上げた人の勝ちです。じゃあちょっと先生も仲間を呼びます。おーい、はーい。では先生たちと勝負です。3回転して手を上げた人が勝ちです。ではやってみましょう。いきます、よーい、スタート。1、2、3、4、3、はい、やった、勝った。先生に勝った人はいたかな。これも練習するとどんどん回転が速くなるよ。やってみてください。では次の運動を紹介します。これは先生からの挑戦状です。とても難しい動きです。ではまずやってみます。見ていてください。いきます、足の裏を合わせてつま先を持ってうる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 ほっと後ろ向きます。そしてもう一回ぐるうるうるうる前に戻ってきました。だるま転がりと言います。さあこれができるでしょうか。ではやり方を説明します。足の裏を合わせてつま先を持ちます。そして横に倒れながら肩をつけてお尻を上げて膝をついて起き上がります。もう一回いきます、肩、お尻、膝です。肩、尻、膝、起きる。じゃあ反対回りもやってみます。肩、お尻、膝、起きる。肩、お尻、膝、起きる。肩、お尻、膝、起きる。それでは一緒にやってみましょう。できなくても大丈夫、チャレンジすることが大切です。ではいきますよ、せーの、くるるるるる、くるるるるる。できたかな。これができればみんなもくるくる名人だ。お家の人とチャレンジしてみよう。じゃあねー。